怪我の具合の説明をお願いします。はい、14日の試合、お昼の試合で、顔面に蹴りを、食らいましてですね、救急車で運ばれたんですけれども、診断の結果が眼窩底骨折ということでして、まあそこの救急車で運ばれた救急病院の方では、まあそうですね、手術をした方がいいのではないかという話も出たんですけども、やはり自分の中でとても大事な両国大会には出たいという気持ちがあって、まあ、ずっとお世話になっている先生に、世界の名医と言われている先生を紹介していただきまして、そして訪ねてきまして、ドクターの指示は仰いだところ、もう出場に関しては問題ないと、はい、言っていただけました。なのでこれは無理しているとかそういうのでも何でもなく、私は医師が出したゴーサインを信じて両国のリングに立てることになりましたので、皆様にはちょっとまあこういう見苦しい形になってしまって自分自身は情けないんですけど、心は元気ですし、今日さらに浜口会長に気合をいただいたので、リングでもうパワーをみなぎらせてですね、会場中伝えたいと思います。よろしくお願いします。現在痛みっていうのはどれぐらい？だいぶ落ち着いてきました。はい、トレーニングしてもとりあえず問題はない？そうですね、全ての工程をまだこなすほどはちょっとできなかったんですけど、自分がやってる分の基礎体力の練習とか全然問題なくできてましたので大丈夫です。試合中当然狙われることもあるかと思うんですけど、はい、まあ、これもその世界の名医と言われている先生に、どうせ折れてんだからやるだけやってこいと、はい、お墨付きというかもらいましたので、もう本当にでも私はもうレスラーとして相手に気を使わせたらおしまいだと思うので、もうここを出していくつもりでリングに上がるからにはもう覚悟を決めて上がります。大丈夫です。試合後手術とかってあるんですか？そうですね、正直実際のところ腫れが今日はだいぶ良くなったんですけど、ひどくてですね、病院行った時点ではまだ最終的な手術をするかどうかの判断はついてないですよ。でも多分大丈夫だろうとまだ推定なんですけど、はい、でも29日に関しては一切問題なく私はやりますので大丈夫です。全治とかが出てれば教えてほしいですか？その手術やるかどうかが決定してないんですけれども、やらないであれば今休むという選択はない感じです。はい、ただまあここを狙われたりしたら、はい、ダメなので、あとは自分自身鍛錬してですね、はい、そういう感じです。まあ、ちゃんとくっつくには時間はかかるんですけどね。でもそんなにじゃあ何ヶ月休んでとかいうことは一切言われませんでした。試合は出ていいと言われました。そこまでの怪我をしてもう出たいっていうのはやはり治療の方がかなり動くのあるでしょうか？ありますね。なんかやっぱいろんなものが集約されているのが次の29日の大会ですので、怪我した瞬間本当に私は、両国のリングに一生立てない運命なのかとそこまで思ったんですけど、でも痛みも落ち着いてきたら心も落ち着いてですね、でも、医者にダメだと言われたら本当素直に休もうとは思ってたんですけど、でもやっぱ相川瑞樹選手の、ね、最後のリングに私がいないのは絶対物足りないと思いますし、あとはスターダム第一章のね、けじめとして私はそこにいたいですし、で16年目なんですけど両国で試合したことないんですよ、だからね、もうこれ以上悔しい思いは重ねたくないんでね、まあ、できればね万全で上がりたかったですけど、でも今できる自分の最高のパフォーマンスをしたいです。